ピョーンピョーンピョーン。何の動物か分かるかな。もう一回いくよ。はい、せーの、ピョーンピョーンピョーン。ピョピョ。大きく飛んでみようかな。せーの。この動物なんだ。いろいろあるね。さあ、おうちの人と話し合ってみてください。皆さん、こんにちは。大阪のおばちゃん、片岡真理子です。これ、多分ね、カエルかな？それとも、ウサギかなって思った人いると思うんですけど、いやいや、顔からウサギじゃないでしょ。なんてこと言っちゃダメですよ。これ、わかりますね。真理子さんは、ぴょんぴょんかわいい、ふさふさの動物に見えますね。そう、ウサギさんのポーズをやってたんですよ。今日はウサギさんのポーズを使って、ブリッジをみんなに楽しく覚えてもらおうと思います。ブリッジね、手をね、こうするのが難しいんだよね。で、ウサギさんのポーズするととっても簡単にできるので、まずウサギさんのポーズからやってみましょう。さあ、これなんだ？はい、そうです。ニコニコしているウサギさんですよ。じゃあこれは？怒られたウサギさんで泣いている。正解です。じゃあ次いくよ。これは？そうです、怒ってるんです。ポイントはここですね。皆さんもやってみるといいと思いますよ。めちゃくちゃよく動きますね。じゃあ次いくよ。わかりましたか？はい、正解です。びっくりしてるウサギさんです。次です、最後。これが難しい。答えられるかな？いくよ。さあ、何でしょうか？わかんない。言っちゃおうかな。びっくりしすぎて耳が取れたウサギさんです。みんなも一緒にやってみましょう。そう、びっくりしすぎて耳が取れちゃったっていうウサギさんなんです。これをですね、こんな風にしてニコニコウサギさん、次、そう、泣いてるウサギさん、次、そう、怒ってるウサギさん、次、そう、びっくりしてるウサギさん、次ですね。はい、そのままゴロン転がって手で押してあげます。もう一回いきますよ。耳がびっくりしすぎて取れちゃったウサギちゃん、はい、手をついてまず押しておきてください。できますか？もう一回一緒に行きましょう。はい、手で押してポン。できましたね。じゃあここからですよ。一緒に行ってみましょう。びっくりしすぎて耳が取れちゃった、押せてますね。はい、そのまま足ポン、せーの。とやると手をね、つき間違えません。これで割るとね、こう手をね、いろんな方向についてしまいます。これならね、比較的やりやすいですよ。はい、よいしょ、ごろーりん、巻き戻ししましょうか。大変ですよ。びっくりしすぎて耳が取れたうさぎさん。はい、ここまでがうさぎさんのポーズです。ぜひびっくりしすぎたで戻ってみてくださいね。それではうさぎさん、ぴょんぴょん、かわいい姿で消えたいと思います。